どうも料理の姉さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回は僕のレシピ、結構最近デブ飯が続きましたので、ちょっとバランスよくいきたいなと思ったので、今回はですね、お豆腐、皆さん大好きなお豆腐を使って、しかもですね、もうほぼお豆腐だけです。なのにものすごく美味しいですね、豆腐のガーリックステーキっていうですね、レシピがありますので、そちらをちょっと今日やっていきたいと思います。作り方ね、ちょっとした、コツがあるので、そこら辺もちょっと見ていていただきたいなっていうふうに思います。ではですね、材料説明いきます。お豆腐ですね、こちらが木綿豆腐 300g になります。木綿を使ってください。絹だとね、かなり作り方難しくなっちゃいます。木綿にしてください。はい、あとニンニク1かけ、あと調味料です。はい、そんだけ。まずですね、豆腐溶けといて、ニンニクから切っていきます。皮むいておきます。これね、おろしニンニクとして使いますので、皮むくだけで結構です。ください。あとですね、ちょっと芯が今回ちょっと あるので、芯を抜いていきます。真ん中切れ目入れて、こうやってね、剥くと芯がこれね、ありますので、芯を抜いてくださいね。でここを下ろして使いますからね。でですね、今回の主役のお豆腐ですね、お豆腐ちょっと変な切り方なんですけど、これでですね、はい、縦割りです。パカッと、これですね、ステーキカットになりますんでね、こちらで作っていきます。はい、そしたらですね、フライパンを用意して、温めていきます。はい、じゃあフライパンが温まりましたら、バター、今回は 15g いきます。ちょっとね、豆腐が脂肪分ないのでね、バターでコクを出していきます。で、完全に溶かしちゃいますね。お豆腐ですね、もうね、じゅーっと焼き目をつけていきますね。この時は強火、中強火ぐらい、焦げ目がついたかなっていうところですね。大事ですね。いいです。いい感じの焦げ目がついてます。こんな感じですよ。こんな焦げ目が美味しさの証なのでね、これぐらい、つけてくださいね。裏の方がうまそうだ。はい、あ、いいですね。この焦げ目、この焦げ目を覚えててください。この状態で調味料を入れていきます。まずお酒大さじ1、みりん大さじ1、はい、醤油大さじ1、砂糖小さじ1/3、ちょっとニンニクですね、はい、こちらも入れていきます。今回ね、ニンニクがちょっとちっちゃいので、全部おろしちゃって大丈夫です。大きめのニンニクだったら半分で大丈夫です。で、これでですね、ちょっと、ニンニクに火が通るまで、はい、あとね、豆腐と一緒に煮込んでいきます。で、また味の素も入れます。1、2、3振りです。豆腐うまそうでしょ、これね。はい、これぐらい煮詰まったらもう完成です。これで盛り付けいきます。はい、こんな感じです。盛ってあげてですね。で、ソース。これから、たらりと、美味しそうにかけてあげましょう。うまそうだね、これは。で、仕上げにですね、ブラックペッパーかけてあげてください。これが、結構決め手です。はい、そうしましたらですね、こちらで、豆腐のステーキの完成です。はい、ということでですね、完成しましたので、早速食べていきたいと思います。どうですか、このね、俺、何回か作ってるんですけどね、これね、一番うまく、いい感じの焼き目がつきました、これ。ちょっと見ても、めちゃめちゃうまそうでしょ、これ。はい、照りが。これ、最高にうまいと思います。はい、ちょっとね、食べていきたいと思います。ステーキなので、ナイフフォークで食べたかったんですけども、崩れそうなので、箸でいただきます。はい、いただきます。これバリうまいね、これね。これ久々に食いましたけど、めちゃめちゃうまいです、これ。はい、もうタレがね、うまいのと、豆腐がね、もうこの焼き豆腐ですよ。この焼き豆腐の香ばしさ、これね、バターで焼いた豆腐の香ばしさ、めちゃめちゃうまいです、これ。これね、これはですね、やっぱりね、やっぱお供がないといけないですよね。今日はですね、最強のお供を持ってきました。はい、ストロングゼロですね、トリプルスリーレモンです。はい、
これね、友達にね、おすすめされてね、この間ね、買ってきて、買ってきた、また手置いていかれたものを使ってます。はい、これね、絶対このね、コクのある豆腐ステーキともう合うでしょ、これ。合うに決まってるさ。最近ね、料理動画というよりね、僕が酒飲んでるとこ見せつける動画になってきましたよ、これね。はい、僕はあの、そっち方面も全然大丈夫です。はい、うん、このタレがうまい。ちょっと待って、いただきます。酸っぱいよ。いや、美味しいんですけど、ちょっとごめんなさい、あの、僕ね、酸っぱいのね、苦手なんですよね。あんまり好き嫌いいけないんだけど、ちょっとね、酸っぱいです、これベロベロに酔っ払ってないと飲めない。ハイボールにします。すいません、放送事故です。お待たせしました。ちょっとね、ごめんなさい、さっきね、放送事故がありまして、ちょっとですね、ストロングゼロのレモンは好きなんですけど、ちょっとトリプルレモンになると僕は酸味が強いってことが分かりましたので、はい、皆さんも、酸味に強い方はおすすめです。あの、僕はちょっと弱かったので今回ハイボールにいかせていただきます。うん、肉いらないかもね。豆腐でこんなにうまみが出るっていうのすごいなと思う。これ本当にね、結構昔のレシピなので全然こう忘れかけてたんですけど、ちょっと思い出して、木綿豆腐の冷蔵庫に残って何やろうかなと思った時に、これをちょっとやってみようかなと思ってやってみたんですけど、めちゃめちゃうまいです、これ。はい、ほんと豆腐だと思えない。ほんとにこれ主食、もうこれでご飯いってる、これだけでご飯いきますね。はい、あ、お前だ、信じてたよ、お前信じてた。いや、うまいっすね、これね。あ、これマジでうまいっす。いつもうまいって言ってますけど、これほんとマジでうまいっす。うん、もうほんと幸せ、もうほんといい、ほんとこの YouTube チャンネルほんといいと思う。僕何が言って、僕がいい、一人で作って、一人で飲んで、一人で完結するってですね、はい、この孤独な感じがとてもいいですね。まあ、一応ですね、カメラマンの、ね、前、目の前でいるんですけど、まあ、とにかくね、もうほんとうまいです。で、僕が酒に合うって言ってるレシピのほとんど大半はご飯にも合いますから、お酒飲まない方ね、あの、お酒飲まない方がこのチャンネル見ると、その酒飲みやろうがっていう風に思うかもしれないんですけど、これね、実はね、あの、ご飯に合う料理って大体ね、酒に合うし、酒に合う料理は大体ご飯に合うんですよ。飲まれない方もですね、これね、こいつ酒飲みだからなっていう風に思っていただいて、ご飯で食べてください。そしたらですね、もう本当にね、もう幸せの国はすぐそこにありますから。この豆腐ステーキ、これ本当にうまいです。はい、で、ご飯でもお酒でもどっちでも本当にいけるんですよ、これ。なので、ぜひですね、こちらちょっとでもね、美味しいなっていう風に、美味しいかもなって思っていただいた方はぜひやっていただきたいです。これからちょっと晩酌にしますので、はい、今回の料理うまそうだなとか、ちょっと作ってやろうかなとか思っていただいた方はですね、ぜひ、チャンネル登録および高評価をぜひね、よろしくお願いします。